ビッグサーはアメリカ合衆国カリフォルニア州のセントラルコーストにある人口の希薄な地域である。サンタルシア山脈が太平洋岸から急に立ち上がっているところにある。ビッグサーという名前はもともと大きな南を意味するスペイン語エルシュールグランデから、あるいは南の大きな国を意味するスペイン語エルパス、グランデデルシュールから来ている。その地形は絶景の連続であり、人気のある 観光地になっている。コーンさんは標高5155フィートあり、大陸アメリカ合衆国48州の海岸線にある山としては最高峰であり、太平洋からわずか3マイルしか離れていない。ビッグサーには具体的な境界がないが、その多くの定義ではカーメル川から南に、 サンカルポフォロクリークまでの海岸線90マイルで、内陸のサンタルシア山脈東部丘陵までの幅約20マイルの地域である。別の定義では、東側の境を山脈の海岸側側側面までとし、幅はわずか3マイルから12マイルに限定している。さらに別の定義では、太平洋岸を走るカリフォルニア州道1号線のサンシメオンからカーメルまでの区間としている。 ビッグサーの北端はサンフランシスコから約120マイル南にあり、南端はロサンゼルスから北西に約245マイルである。インディアンのオローニ族、エセレン族及びサリナン族という三部族が現在ビッグサーと呼ばれる地域に住んだ最初の人類である。考古学的調査によれば、彼らは数千年前からこの地域に住み、遊牧的狩猟採集生活を営んでいた。 その物質文明のいくつかの名残が残されている。矢尻は黒曜石とか土石で作られており、これらの石の最も近い採取場所がシエラネバダ山脈や北カリフォルニアの海岸山脈であることから数百マイル離れた部族と交易を行っていたことを示している。インディアンは季節によって食料資源を追って動き、冬には海岸近くに住んでムール街。 アワビなど豊富な海の産物を採取し、その他の季節には内陸に行って多くのドングリを採取した。大きな露出した岩の中をボール状にくり抜いて作った岩のスがビッグサー全域で見つかっており、ドングリを引いて粉にしたと考えられている。これら部族は火を扱うことを身につけ、木を成長させ食料生産を増やしていた。ビッグサーを最初に見た。 ヨーロッパ人は1542年にフ安ン・カブリーロが率いたスペイン人船員だった。カブリロは上陸することなく海岸を北上した。その後2世紀経ってからスペインはこの地域の植民地化を試みた。1769年、ガスパル・デ・ポルトラが率いた遠征隊がビッグサーの南側、サンカル・ポフォロ・キャニオン近くに足を踏み入れた最初のヨーロッパ人だった。 その単位は切り立った崖に恐れをなしてこの地域を避け、内陸に進んだ。ポルトラは1770年にモントレー湾に上陸し、カリフォルニアにおける伝道所の大半を設立することに貢献した、フニペロセラ神父と共にモントレーの町を設立した。モントレーはスペインの植民地あるタカリフォルニアの首都になった。スペインはこの時期にビッグサーという名前をこの地につけた。それは、 南の大きな国という意味だったが、そこは首都モントレーの南にある広大で探検が行われておらず、通り抜けもできないような土地だったので、短く大きな南エルシュールグランデと呼ばれることが多かった。スペインの植民地化によってインディアンの人口が激減した。その大半は18世紀にヨーロッパから伝わった薬病で死ぬか、伝道所での強制労働と栄養不良で死んだ。 残った者たちは19世紀にスペインとメキシコの牧場主たちの生活と同化していった。メキシコが1821年にスペインからの独立を果たしたとき、カリフォルニアの立ち行きと同様、ビッグサーもメキシコの一部になった。1834年、メキシコの総督、ホセ・フィゲロアがビッグサーの北部で、フアンバーティスタ・アルバラドに、 広さ8,949エーカーの特許土地ランチョ、エルスルを与えた。その後まもなくアルバラドの隕石によるおじ、ジョン・ b ル・クーパー船長がこのランチョを所有した。ビッグサーに今も残っている最古の建物は、クーパーキャビンと呼ばれ、1861年にクーパーの牧場に建てられたものである。1 8 4八年、米牧戦争の結果として、メキシコはカリフォルニアを アメリカ合衆国に活動した。1862年にアメリカでホームステッド法が成立した後、いくらかの眼鏡な開拓者が広さ160エーカーの無料の土地に引き付けられてビッグサーに移動してきた。地元の地名はこの時期の開拓者にちなむものが多い。例えば、ガンバーファイファー、ポスト、パーティントン、ロス及びマックウェイなどであり、よくある名前になっている。 この地域はイングランドとスペインの歴史的遺産を継承し、新しい開拓者は英語とスペイン語を混ぜてビッグサーという地名を使うようになった。1930年代に撮影されたビッグサー1860年代から20世紀への変わり目にかけて製材業が海岸に近い施工屋の木の大半を切り倒した。地元経済は 単多くの樹皮を取ることに基づく産業に加え、金の炭鉱及び石灰岩の切り出しが行われ、今日よりも多くの仕事を提供し、人口も多かった。1880年代、ゴールドラッシュのブームタウンであるマンチェスターが、南部のアルダークリークに出現した。この町は、人口200人となり、店舗4店、レストラン1軒、酒場5軒、ダンスホール1軒及び、ホテル1軒ができたが、 20世紀への変わり目から間もなく放棄され、1909年に大火で消失した。産業のために物資を供給するための信頼できる道路がなかったので、地元の事業家が海岸のビックスビーランディングなどいくつかの家に小さな船が寄せることのできる上陸施設を建設した。これら上陸施設は現在どれも残っておらず、この短期間に終わった産業の時代の名残は、 ほとんど見ることができない。岩が多く孤立した地形のために最も眼鏡で、自立できた開拓者以外は残れなかった。モントレーの街まで30マイルの距離は荒く危険な、道を逃ぐるまで3日間を要していた。産業化のブームが絞んだ後、20世紀の初期はほとんど変化がなく、ビッグザーはほとんど近づきがたい、原世地域のままだった。1920年代後半になって、 全地域で2軒の家だけが水車と風車で発電した電気を利用していた。人々の大半は1950年代初期にカリフォルニア電力グリッドが設立するまで電力なしに暮らしていた。ニューディール政策による資金によって受刑者の労働力を使い、18年間の建設期間を経て、現在カリフォルニア州道1号線と呼ばれる2車線。 舗装道路が1937年に完成するとビッグーサーは急速に変化を遂げた。この道路ができる以前カーメルより南サンシメオンより北の海岸は州内でも最も僻地でありアクセスの難しいことではアメリカ合衆国の他のどこにも比べられないほどだった。修道1号線が地域の経済を劇的に変化させ外界をより身近なものにし 牧場や農場は、急速に旅行者を収容する場所や、セカンドハウスに変わっていった。このような近代化が進んだとしても、地元住民が土地の保護のために戦ったことが大きく効いて、最悪の過剰な開発までは行われなかった。モントレー軍政府は1962年のランドマーク裁判で勝利し、修道1号線沿いに看板など目障りなものを建てる。 ことを禁じる権利を確保した。軍はさらに国内でも最も厳格な土地利用計画を採択し、修道1号線から見える範囲内に新しい建物の建設を禁じた。小説家ヘンリー・ミラーは1944年から1962年までビッグサーに住んだ20世紀半ば、ビッグサーが比較的孤立している立地と自然の美しい景観があることで、 異なる種類の開拓者、すなわち作家や芸術家を集めるようになった。その中には、詩人のロビンソン・ジェファーズ、小説家のヘンリー・ミラー、写真家のエドワード・ウェストン、作家のリチャード・ブローティガン、ジャーナリストで俳優のハンター・エース・トンプソン、芸術家のエミリー・ノーマンを呼び、作家のジャック・ケルワックがいた。その中でもジェファーズが最初のものだった。 その死は1920年代からビッグサーの自然で野生のままの空間を全国の読者に紹介しており、それが後に多くの追随者を呼ぶことになった。ヘンリー・ミラーは1944年から1962年までビッグサーで生活した。1957年に表したビッグサーとヒエルニムスボッシュのオレンジは現代生活の 空調が効いた夜から逃れることから来る楽しみと苦難を表現している。ヘンリー・ミラー記念図書館は、ミラーの生活と作品に捧げられた文化センターであり、多くの観光客が訪れる場所になっている。ハンター・エース・トンプソンは1961年の8ヶ月間、エサレン協会となる直前のビッグサー温泉の警備員と世話人として働いた。ここにいる間に全国に配布された雑誌。 ローグの創刊号の記事を書き、ビッグサーの職人とボヘミアンの文化を紹介した。ジャック・ケルアックは1960年代初期に、ビッグサーにある友人の詩人、ローレンス・ファー・リンゲッティのマルタ小屋で数日間を過ごし、そこでの経験をもとに、ビッグサーという大の小説を書いた。ビッグサーはこれら新山者と共に、ボヘミアンの評判を獲得した。ヘンリー・ミラーは、ある旅行者が、 セックスとアナーキーのカルトを探して、彼の家のドアをノックしたと回想している。明らかにどちらも見つけられず落胆したその旅行者は、自宅に戻った。ミラーは、ブローティガンの著作、ビッグサーの南軍将軍の中で研究されており、その中で一組の若者が、憧れのビッグサー生活を小さな掘った手小屋で試み、生え、低い天井、神経衰弱のビジネスマン訪問者、 およびうるさい鳴き声があらゆる人々を眠らせない2452匹の小さな蛙ずに悩まされる情景を描いている。ビッグザーはまた研究と瞑想の場所があるところにもなった。1958年のカトリック教会の男子、修道院であるニューカ・マルドリー・ハーミテージ、1962年の作業所と退役者のセンターであるエサレン教会、 および1966年の仏教者の修行所、タサジャラ全マウンテンセンターと続いた。エサレンには8世紀のニューエイジ世代の人物が多く訪れ、1960年代にはアメリカ合衆国で東洋哲学、人間性回復運動及びゲシタルト療法を広める重要な役割を果たした。この地域の人気が増し、その景観の美しさのために間もなくハリウッドの 注目を引くようになった。オーソン・ウェルズと当時の妻、リタ・ヘイワースは1944年に海岸を下って旅行した時にビッグーサーのキャビンを衝動を介した。夫妻はそこで一夜も過ごしたことはなかったし、その資産は現在人気のあるレストランネペンセがある場所となっている。エリザベス・テイラーとリチャード・バートンは1965年の映画、イソシギに出演し、 ビッグサーの多くの場所でロケし、ネペンセに似せて建てられたスタジオで、ダンスパーティーのシーンを撮影した。イソシギは、ビッグサーで撮影されたスタジオ映画の中でも数、少ないヒット映画であり、筋の一部として、ビッグサーという名前が出てくるものとしては、唯一のものである。2006年に発売された DVD では、バートンがナレーションを務める、ビッグサーに関する短編映画が入っており、 ロビンソン・ジェファーズの詩を朗読している。もう一つ、ビッグサーで撮影された映画として1974年のザンディ・エス・ブライドがあり、ジーン・ハックマンとリブールマンが出演した。リリアン・ボス・ロスの小説、ザ・ストレンジャー・イン・ビッグ・スールの映画版は1870年代のロスケとビッグサー・キンボーの生活を映している。音楽の世界では、ザ・ビーチ・ボーイズが1973年のアルバム、 オランダのカリフォルニアサーが3部作を、ビッグサーの岩だらけの荒々しさとその住民の文化を、ノスタルジックに表現することに捧げている。その第一部はこの地域のアウトドア環境を叙述し、第二部は、ロビンソン・ジェファーズの詩、ザ・ビークス・オブ・イーグルスを使い、第三部は、土地の文学と音楽界の人物を論じている。レッドホットチリペッパーズによる2000年のシングル、ロード・トリッピンでも、 ビッグサーが言及されている。この歌は、リードボーカルのアンソニー・キー・ディス、ギター奏者のジョン・フルシアンテ、および、ベース奏者のフリーが、ジョンのバンド復帰後にビッグサーでサーフィンを行うことになる自動車旅行について歌っている。その他音楽で、ビッグサーが歌われているものとしては、バケットヘッドのアルバム、コルマに収録された、ビッグ・スール・ムーン、アイルランドのインディーバンド、ザ・スリルズのアルバム、 ソマッチ・フォー・ザ・シティに収録されたビッグ・スウールがある。カティの歌、ビッグスビー・キャニオン・ブリッジに出てくるデス・キャブは、ジャック・ケルワックが滞在したキャビンに近い橋、ビッグスビー・クリーク橋についてのものである。ビッグサーの海岸線、ビッグスビー・クリーク橋が、右手の岩の露出する部分にかかる、1965年6月、撮影2000年の国勢調査によれば、ビッグサーの人口は約1000人であり、 今も人口が旧薄である。今日の住人は多様である。当初の開拓者や牧場主の子孫、芸術家など創造的な人々、さらに世界の娯楽や商業界出身の裕福な持ち家の者のなどである。不動産価格はその景観と同じくらい高く、大半の住宅価格は200万ドル以上している。都市化された地域はなく、ガソリンスタンド、レストラン及びモーテルが集まった。 場所3カ所が街として地図上に載っていることが多い。すなわちビッグサーバレーにあるビッグサーライムキルン州立公園に近いルシア、南側のゴーダである。その経済はほとんどすべて観光によっている。海岸に沿った土地の多くは私有であるか、州立公園に寄付されているかであり、広大なロスパドレス国立の森や、ホートハンターリネット軍事保護区が内陸部大半に、 広がっている。山岳ばかりの地形、環境に関心が高い住民、及び開発に適した土地がないことで、ビッグザーはほとんど汚されず、孤立したフロンティアの神秘的雰囲気を残している。2008年7月4日の独立記念日、週末直前に起こったベースンコンプレックス参加時で、2週間の立ち退きが強制され、修道1号線も閉鎖された。 この山火事は13万エーカーを焼き尽くし、同時期に起こったカリフォルニア中で起こった山火事の中でも最大のものとなった。人命こそ損なわれなかったが、27件の家屋を破壊し、観光に依存するその経済は、夏の収入の約3分の1を失った。薄い霧が発生したビッグサービックサーの気候は、そのゴツゴツした地形のために、 多くの微気候を生じさせているので、一般的な形容は不可能である。セコイアの木がサボテンの見える範囲内にあることでは、地球上で数少ない場所の一つである。外して一年中温暖な気候であり、夏と秋は日照があって乾燥し、冬は冷涼で雨が多い。海岸部の気温は年間を通じてあまり変化せず、6月から10月まで、 夜間の下肢50度台から日中の下肢70度台となり11月から5月は下肢40度台から下肢60度台となっている内陸部では太陽の温和な影響がなくなり気温差が大きくなるアメリカ国立気象局の共同観測所がファイファービッグサー州立公園にありその公式記録では1月が最も寒い月であり平均最高気温は 歌六60.0度最低気温は四十43.2度である。8月が最も暑く、その平均最高気温は七十77.3度、最低気温は歌五50.2度である。過去最高気温は2008年6月20日の下詞102度、最低気温は1998年12月21日の歌二27度である。年間平均で 下肢90度を上回る日は8.8日、下三32度を下回る日は1.4日ある。年間平均降水量は41.94インチである。計測可能な降水日は年間平均62日、ある。最も雨が多かった年は1983年で88.85インチで、あり、最も少なかった年は1930年で17.90インチだった。 1>, 1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1995年1月の26.47インチ。24時間雨量で最も多かったのは1963年1月31日の9.23インチだった。降水量の70%以上が12月から3月までに降り、夏はかなり乾燥した状態となる。計測可能な降雪は海岸部では稀であり、 月間降雪量の最大は1932年12月に記録された1.0インチだったが、サンタルシア山脈の高度が高い地域では冬によく雪が降る。冬に豊富に雨が降ることで岩や土砂が崩れて、修道1号線を数日から数週間通行止めにすることがあるが、通常は素早く修理が行われている。 地域南部の三モン近くでは、気象記録を1975年まで、ピードラス・ブランカス東大で記録していた。その記録によれば、1月が最も寒い月であり、平均最高気温は、下市58.6度、最低気温は、下市45.3度である。9月が最も暑く、その平均最高気温は、下市64.2度、最低気温は、下市51.9度である。 年間平均で、下肢90度を上回る日はわずか0.1日、下肢32度を下回る日も0.5日である。過去最高気温は1965年10月21日の下肢91度、最低気温は1965年1月1日の下肢29度である。平均降水量は20.28インチである。計測可能な降水日は年間平均48日。 ある。最も雨が多かった年は1969年で41.86インチであり、最も少なかった年は1959年で9.71インチだった。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1969年1月の18.35インチ、24時間雨量で最も多かったのは1969年1月19日の5.28インチだった。 現在の気象記録は三指門にある公園本部で管理されておりいくつかの新聞に掲載されている。カリフォルニア州の中部と北部海岸の大半と同様、ビッグサーでは夏に濃い霧が発生する。夏の霧と夏の干ばつは同じ根本的原因によっている。大型の安定した高気圧が北太平洋で形成される。この高気圧は降雨を抑制し、 北西よりの風を生む。この変更した夏風が暖かい太陽表面の海水を南東に押し出して海岸から離し、冷たい深海水が浮上する。空気中の水蒸気が、この冷たい海水に触れて濃縮され霧を発生させる。霧は日中に海から離れ夜間に接近するが、時には暑い霧が終日海岸を覆う。霧は夏の間のビッグサー海岸に生える植物にとって、 水資源となる。大半の植物は直接空気中から水分を取るが、葉の表面に凝縮された水分はゆるりと雨のように地面に落ちていく。ジュリアン・ファイファー・バーンズ州立公園に近いビッグサー海岸、方向は南を向いている。ビッグサーの多様な気候のために、野生のオーキッドで非常に個体数の限られているピペリアやドニーのような希少種や絶滅危惧種など、 生態系の大きな多様さにつながっている。植物の茂る、水辺の森林まで歩いていける範囲に乾燥していて埃っぽいシャパラルで覆われた丘陵がある。山岳部は雲から水分の大半を捕まえてしまう。それが夏の霧、冬の雨と雪になる。このことで、セコイアの生息域南原など新葉樹林には好都合の環境を生み出している。 セコイアは夜に霧に覆われることの多い低い海岸山脈の斜面のみで成長している。ビッグサーのアクセスが難しいセコイア林の多くは切り出されたことがない。科学者 J. マイケルイは2008年にセコイアの生息域全体を横断した結果として個性セコイアの地図を出版した。セコイア切り出された地域ではその再生能力が高く20世紀初期には死災が中止されて 以来大きく再生を果たしてきた。希少種のサンタルシアモミはその名前通り、サンタルシア産脈でのみ見られるものである。よくある、外来種としては、モントレーパインがある。これは19世紀後半まで、ビッグザーではあまり見られなかったが、暴風林として多くの家屋所有者が植えてきた。タンオーク海岸生息多く、およびカリフォルニアのような葉樹も多い。雨影では、 森林が消失し植生は明けた、多くの林になり、より馴染みがあり、火災に耐性がある、カリフォルニア特有のシャパラルの低木地に移っていく。ビッグサーでは、数多い動物が見つかっている。両生類では、カリフォルニアジャイアントサラマンダーが見つかっており、その生息域としては難減になっている。1997年、ベンタナ野生生物学会が、 カリフォルニアコンドルを飼育した後に包丁を始めた。2006年にはセコイアの木に巣が一つ見つかっている。その個体数は餌の大きな部分を占める大型海洋性動物の死骸が騎士で現れ、鉛に汚染されている可能性も低いということもあって増加している。鉛中毒はコンドルにとって死亡率を高める重要な要因であり、 鉛の銃弾で死んでいた動物の死骸を食することで起こると見られている。2000年国勢調査のための郵便番号93,920地域アメリカ合衆国はビッグサーを国勢調査指定地域に定義してはいないが郵便番号93,920の地域は指定している。ビッグサーはほぼこの郵便番号地域に含まれておりその統計データを利用することができる。 以下は2000年国勢調査の郵便番号93,920地域に対する人口統計データである。ビックスビークリーク端20世紀初期のビッグサーの住人の中には冒険好きの旅行者の食事など世話をする者がいたが、カリフォルニア州道1号線が開通してからは近代的な観光業となり、1940年代半ばにはガソリンを供給するのみに変わった。 毎年ビックサーを訪れる300万人の観光客は修道1号線から離れることはない。隣接するサンタルシア山脈は大陸アメリカ合衆国の中でも最大級の海岸に近くて道がない地域だからである。山脈の西側斜面に沿って走るこの修道は大半が太平洋の見えるところにあり海水面に近い高さから海面まで1000フィートの 崖上まで高度が変化している。運転中に景色を眺めるのは推奨できないので、運転を止めて景色を堪能できるような多くの展望所が設置されている。修道1号線のビッグサーに入っている部分は、世界とは言わずとも、アメリカ合衆国では最も景観の良い、ドライブコースの一つとみなされている。 ウェブサイトトリップアドバイザーの2008年旅行者が選ぶ旅行目的地消でアメリカ国内では第2位にランクされたのもこれが理由である。ビッグサーの自然美を保存するための土地利用制限は観光客のための施設が制限されていることも意味しており利用量が高価な場合が多く、繁忙な夏季には予約がすぐに埋まってしまう。サンシモンとカーメルの間、 全長90マイルの修道1号線沿いにあるホテルの客室は300室に満たない。ガソリンスタンドはわずか3軒であり、全国チェーンのホテル、スーパーマーケット、ファストフード店は1軒もない。宿泊設備は田舎風のキャビン、モーテルを選ぶか、キャンプ場があるが、高価な5つ星リゾートもある。ほとんどの宿泊設備とレストランはビッグサーガワバレーに集まっており、そこでは 修道1号線が海岸から数マイル離れて、セコイアの森に近づいており、太陽風や夏の霧から守られている。修道から景観を楽しむこと以外に、ハイキングや登山など、アウトドア活動も楽しめる。ウォーキングに人気のある小さな海浜がいくつかあるが、潮流が安定せず海水温も低いために水泳には適していないことが多い。 ビッグザーにある9つの州立公園には、ジュリア・ファイファー・バーンズ州立公園で太平洋に直接落下することでは、数少ない滝の一つなど多くの見どころがある。ただし、観光客は動植物の保護のために、海浜自体に入ることは認められていない。この滝は、地域で初めて電化されたが側の住居の廃屋に近い、その他の著名な場所として、 カリフォルニア州では唯一公開されている19世紀の灯台があり、霧の中で島のように見える風に吹きさらしの丘の上にある。以下のリストは北から南に並べてある。連邦政府の公演2020年秋にリリースされた Apple 社のコンピュータ Mac で使用される新バージョンの MacOS の名称として使われている。ありがとうございます。